石原先生から、最優秀賞だよという電話をいただきまして、本当にもう夢じゃないかというふうに、感激したことを覚えております。で、まあ、人生には、上り坂、下り坂、そして、まさかがあるということを聞いておりましたけれども、本当に、まさかがあったなという気持ちでおります。山本譲二さん、僕は大好きなんですよね。昔から好きでした。で、山本譲二さんの作品は、何事も乗り越えていくという強い、主人公男性、それと反対に弱い女性をですね、本当に自分の自分が守ってやろうというですね、優しい、主人公もありまして、騎士のイメージを浮かべて今回の詩を書きました。触れたお前のその胸に、夢の明かりが灯りゃいいという、まあ、こういうところは皆さんが希望を持って歩んでいける、そういうふうに世の中になったらいいなというふうに感じて、書きました。噂話してとぼけるやつが。作曲を始めまして37年になりますけれども、これまで諦めずに続けてきて本当に良かったなとつくづく感じています。山本譲二さんの曲はよくカラオケで歌わせていただいておりまして、今回山本譲二さんの楽曲の募集ということで、山本譲二さんの曲をたくさん聴かせていただきまして、人生ごよみの歌詞と重ね合わせて何度も読み返しながらイメージを膨らませていきました。その中で人生に希望を持って前向きに進んでいけるような、そんな気持ちを表現したいなと思いまして、三拍子の明るい歌と、そういうものが書けたらいいなということで今回作曲をさせていただきました。人生を希望を持って前向きに進んでいけるような、そういうまあメッセージソングになればいいなという願いを込めて作曲をさせていただきました。ぜひ皆さんもカラオケなどで歌っていただければ大変嬉しいです。歌っていただく歌手の方の人生とか、その人の人となりをすごく考えまして、やはりいろいろなことがあっても乗り越えてこられた方だと思うので、力強くやっぱり誰かに光を与えられるような、希望を与えられるような、そんな詩を書きたいなと思い書きました。その睡蓮っていう構想があったのはもう1年ぐらい前から、ずっと誰かに書きたいな、こういうの書きたいなっていうのがあったんですよ。で、今年山本譲二さんが歌ってくださるっていうことなので、あ、もうこれは多分運命だなと思って書かせていただきました。やはり誰もがこの世に曲がりしていつかは帰っていくという、そこが出た時にあとはスルスルっと出たんですよ。で、1番と3番っていうのはよく歌われるんですけど、2番の歌詞はあまり歌われないので、やはり2番の歌詞の、ところもちょっとこうよく CD を買っていただいて、また聴いていただきたいなってすごく思います。やはり生きていれば苦しいこと、辛いこと、いろいろあると思うんですけれども、そんな時にこの睡蓮を聴いていただいて、明日も頑張っていけようって思っていただけたらすごく嬉しいと思います。皆様に愛される作品になればすごく嬉しいです。はい。沈んでも自分を信じて、率直に嬉しいという
気持ちがいっぱいなのと、それから今まで私を支えてくれてきた私の両親および作曲家として、私を長年指導していただいた作編曲家の若松正史先生に対する感謝の気持ちでいっぱいです。山本譲二さんは夫婦ものから後藤さんまで実に幅広い、ジャンルのと見事に歌いこなす本当に実力を持った歌手です。なので今回はあえて今までのレパートリーになかったような新しいジャンルの違った風景が見える楽曲を提供したいと思っていました。ゆうきひとみさんの推薦はとても素晴らしい詩で、まず、言葉は優しいんですが美しくて、ただ強い芯が一本通っている、そして言葉全体のリズムもとても良くて、まずそれが自然に流れるようにということを考えました。やっぱりサビの部分と俺はなりたい睡蓮の花、初めの俺はなりたいというようなメロディーだったんですけども、山本譲二さんのイメージが浮かんできて、山本譲二さんだったら俺はなりたいだろうということで最後に、再婚を持ってくる、そういったことをしました。この作品のメインテーマはもちろん山本譲二さんということなんでしょうが、同時に今コロナ禍物価高で苦しんでいる私たちのための応援歌としても聞くことができると思っています。それを踏まえてお聞きいただければ幸いです。ご支援をよろしくお願いいたします。雨の中でも美しい俺はなりたい睡蓮の花。本当にね、デビューから、千葉出身ですけれども千葉から出てきて本当に温かい皆さんに支えられて感謝の気持ちでいっぱいでございます。奨励賞ということですので、これからどん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 力を入れて頑張っていきたいなと、そんな風に思っております。僕、生のライブ、コンサート、ソロのコンサートとかが大好きなので、自分のそのバックのバンドを持ってこういうご時世でちょっと心が寂しい人とかもたくさんいらっしゃると思うんですけれども、その方に向けてなんかこう背中を押せる歌手になれたらいいなというふうに思います。もう一人でも多くの方に応援していただけるように、もう命がけで頑張りたいと思います。はい。ごめん痩せたね少し、今からお前がふるさとさ、実はですね、この日本作曲家協会音楽祭、こちらのコンサートはですね、デビュー前に、先輩方の歌のステージを勉強するために、何度も実はお邪魔をさせていただいたコンサートなんですね。そのステージにまさか自分が立たせていただいて、そしてこんな奨励賞という素晴らしい賞を受賞させていただけると思っていなかったので、本当に嬉しい気持ちでいっぱいです。そして日頃より応援してくださるファンの皆様、関係者の皆様に感謝の気持ちでいっぱいです。
門松みゆきというまだまだ新人の歌い手を皆様に知っていただくには、全国各地自ら足を運んで生歌を直接聴、いていただくのが一番だと思っています。まだまだ難しい状況かもしれませんけれども、ぜひ多くの皆様にいい歌をお届けできますように頑張っていきたいと思います。私では生きられないと泣いて泣いてわかった。彼岸花赤く燃えて大変名誉あるこの日本作曲家協会音楽祭の奨励賞ということで大変嬉しく思っております。そして、おかげさまで郷里健太デビュー15周年ということでこの機会ですね、本当に大きな大きな賞をいただいたことで本当にですねこれから頑張っていこうと、新たな気持ちで今ここに立たせていただいております。今コロナ禍ということでなかなか全国各地、近いところへお邪魔してのご挨拶がなかなかできない状況であるんですけれども、でもこのような賞をいただいたことでまたより皆様のお近くに寄らせていただいて、郷里健太の生の歌声を届けていきながら、また改めてこれからの郷里健太の応援をお願いしますと、回らせていただきたいなと思っております。保育士から歌手へというところからスタートしまして、本当に何もわからない状況の中で、ふるさと宮城県亘理郡山本町というね、東北出身なんですけども、ここから歌手を夢見て東京へ出て今こうして歌手活動させていただいておりますけれども、このあと5年10年、20年と息の長くですね皆様に歌心を届けていけるそんな歌手でありたいなと思っております。あなたが残した傷かしら。